多様性とこれ白人排除、これリベラル化がものすごく進んでいると、そういうようなところで映画界にものすごく大きな影響を与えてます。ここがアカデミー賞にものすごく影響を与えてます。このね、直近の3つのね、この作品をちょっと振り返ることで、最近のアカデミー賞の流れをちょっと掴んでもらおうかなと思ってます。これが、重要な話なんですけども、多様性とこれ白人排除というテーマになってまして、これがねアカデミー賞の最近のトレンドなんです。ここを押さえておきましょう。で、最近のアカデミー賞の傾向としては、特にそのアカデミー賞というか、まあ、ハリウッド全体の傾向としては、こうリベラル化がものすごく進んでいるというのが注目になってまして、よくね、あのディズニー映画とかで出てくるあのポリコレっていうやつですね、ポリティカルコレクトレスってやつなんですけどね、あのポリコレっていうのはあのリベラル化の一環ですね。リベラル化っていう大きな流れがある中の、一つがポリコレっていう現象になっているんですけども、そういうようなところで映画界にものすごく大きな影響を与えてます。で、今までね、白人があの主導してきたハリウッドがですね、別の、白人以外の人種で、あと性別ですね、LGBTQ とかっていうやつですね。で、あと民族ですね。例えばネイティブアメリカンであったりとか、アフリカ系とか、そういう民族、あと、障害を抱えている人たちに、仕事の機会をこう増やしていこうという動きが大きな動きとしてあるんです。ここがアカデミー賞にものすごく影響を与えてます。これがね、皆さんに知ってほしいところで、ただ、ここであのいいことを言えば、あのそのいろんなマイノリティの人たちに仕事の機会を与えていきましょうっていうのは、これいい建前のところなんですけど、実際問題どうなのかっていうところでいくと、実際問題はアカデミー賞で賞を取れる、その賞のねポスト決まってるんですよね。もうその席の数が決まってるんですよ。で、そこの席の数が、決まってるところが白人ばっかりだったっていうのがこれ問題だったんですけども、じゃあ、いろんなこう民族とかいろんな人種増やしていきましょうってなってきたら、ポストは限られてるわけなんで取り合いになりますよね。どういうことかというと、白人が、逆に排除されてるっていう現実があるということになってまして、今回の、96回アカデミー賞のノミネートが発表された時に、あのバービーね、これ DVD も持ってるんですけど、これバービーですよ。バービーが、あの、監督賞と主演女優賞、ノミネートされていないということで、大きな騒動になりまして。で、あの、ケンの役をやってたライアン・ゴズリングとかはノミネートしてるんですけど、まあ、バービーっていう映画で、主役のバービーをやってるマーゴット・ロビーが、ノミネートしていないと。で、あんなに優れた作品を作ったのに、監督のグレタ・ガーウィグもノミネートしていないと。どういうこっちゃという炎上になりまして、すごい騒動になりました。これね、まさにね、このバービーっていうこの映画の中で描かれた話がそのまま現実に起こってるような、ちょっと悲しい結果になってるんですけども、それもこれが原因なんですね。多様性をこう重視していこうということで、こう限られたポストをいろんな、境遇の人たちがこう入ってきて、で、ポストがもうないわけですね。で、あの白人のポストにはもういろんな人いてるんですよ、すでに。オッペンハイマーとかね、マーティン・スコセッシ監督とかがいてて、そこにね、ちょっとバービーが今回入れなかったという悲しいことになってまして、これがね、今アカデミー賞で大きなね、あの流れになってます。これをもうちょっと詳しくお話ししていくと、過去3年の作品賞ということで、アカデミー賞の一番最高の賞は作品賞という賞なんですけど、これね、去年が、一番右のエブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンスっていう映画で、こちらね、何個かな、7個賞を取ってるんですよ。で、いうことで、エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンスも大騒ぎになってまして、去年は。で、その前の年が真ん中のコーダ愛の歌っていうところで、これが、3個の賞を取ったんですね。で、その前がノマドランドっていう映画なんですけど、このね、直近の、
3つのねこの作品をちょっと振り返ることで、最近のアカデミー賞の流れをちょっと掴んでもらおうかなと思ってます。でちなみにエブリシングエブリウェアオールアットワンスはですね11ノミネートしてるうちの7個賞を取ったんですよ。11分の7個取ったんですよ。これはね今回皆さんに考えてもらいたいのはエブリシングエブリウェアオールアットワンスっていう映画をは確かに面白いんですよ。よくできてるんですよ。よくできてるけど11ノミネートのうち 7個も取るっていうのは今までにないんですよ。ここにバイアスがかかってると、要はリベラル化の流れを受けてその評価に偏りが生じてるんじゃないかということを考えてもらいたいんですね。アカデミー賞というのはその作品を評価する場なんですよね。評価するその評価する人たちがですね、そのリベラル化の流れを受けて作品を過大評価したり過小評価してるんじゃないかということについて皆さんに考えてもらいたいんです。っていうのが、この、3年間を振り返ることで、ちょっと分かってくるかなというところなんです。はい。で、2021年から行くんですけども、2021年はですね、コロナ禍で行われたオスカー、ノマドランドが受賞した、3年前ですね。なんですけども、この時ね、2021年なんで、もうコロナパンデミック真っ盛りの時なんですよ。2020年にコロナパンデミックだってなって、その翌年の開催なので、そのまさにそのコロナ騒動発生した、その年の映画が、この年のアカデミー賞で評価されたということなんですけど、受賞したのはノマドランドっていう映画で、これめっちゃ傑作なんですけども、アメリカ人がその抱える、経済的な格差を描いた映画でもあります。そして、その経済的な格差、貧困層とその富裕層がいてるわけですけど、その貧困であるとか、ノバドっていうのは つまりその家を持たない人たちのことなんですけど、家を持たない人たちを悲観的に描くのではなくて、その生活は一つ その生き方であるという映画の切り口になっていて、そのノマドランドの、住人たちは美しい、光景を見たりとか、その生活じゃないと味わえない、美しさを知ってるんですね。同時にその社会の厳しい現実とも向き合ってるわけです。その一つの生き方としてその家のない人、日本で言うとホームレスっていう言い方になっちゃいますけどね、そういう人たちが今アメリカにいっぱいいてて、そういう人たちに、主観的な、目線を置いた映画なんです。これが評価されたということになってまして、その翌年ですね、2年前になりますけども、はい、ビンタ騒動とコーダ無双ということで、はい、ビンタがねちょっと記憶に新しいんですけど、2022年のこのコーダっていう映画は障害者はかわいそうみたいなイメージを覆したいと思って監督が作った映画なんですね。どういうことかというと、その耳が聞こえない人たちが出てくる映画なんですよ。で、本当に聞こえない、耳が聞こえない俳優さんを使って、スタッフも耳が聞こえない方が多いんですよ。だから、やり取りをそのスムーズにするためであったりとか、そのスタッフ同士の文章のやり取りとか、そういうのを、手話でやったりとかね、いろんな工夫がなされたっていうところも評価のポイントなんですけども、映画としては、この耳が聞こえないっていうのをテーマに、持ってくるんではなくて、耳が聞こえない人たちのドラマを描いたというところが面白いところだったんですよね。そこが、大きく評価されました。だから、障害者はかわいそうみたいなイメージを覆したかったということで、そういう人たちだからではなくて、そういう人たちの中にも僕たちと変わらないドラマがあって、それを描いたということになっていると。で、そんな素晴らしい映画を横目にですね、それを台無しにするような事件が起きまして、それが、ウィル・スミスのビンタ騒動ってやつなんですけど、これちょっと後で話していきますんで、今はちょっとね、思い出すだけにしといてもらいたいです。続いてですね、去年、エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンスが受賞した年なんですけども、エブエブはですね、
監督がダニエルズっていう監督なんですけど、2人組なんですよ。で片方がアジア系で、主演のミシェル・ヨーさんは、香港映画の大スターで昔ので、中国系のマレーシア人で、助演男優賞の、キー・ホイクワン、これ有名ですよね。あのインディ・ジョーンズに出てたんですけど、インディ・ジョーンズのあの、アジア系の少年がおっちゃんになって、おっちゃんになったら仕事が全然なくて、でもう家賃も払えるかどうか怪しい生活をずっと何十年もやってきて、今このエブリシングエブリウェアオールアットワンスでハリウッドの第一線に復活したというのがドラマチックな、結果だったんですけど、キー・ホイクワンさんは、中国系ベトナム人で、助演女優賞の、ジェイミー・リー・カーティスさんっていう、一番この画像の左写ってる人は、イングランド系、アイルランド系、スコットランド系でもあるってウィキペディアに書いてあったんですけど、で、ノミネートしていた、この人は取れなかったんですけど、ステファニー・スーっていう、この、ミシェル・ヨーの、娘役をやってた人ですね。あの人は中国系と。これね、何々系、何々系、何々系のね、お祭りみたいになってるわけですよ。いうことになってて、今まで、その、アジア人の俳優っていうのは、ものすごくね、ハリウッドにね、礼遇されてきたんです。特に、分かりやすいのはこの男の人、キーホイクワンっていう人で、インディ・ジョーンズの時に子役で出たりとか、グーニーズに出てたかな。で、その時に仕事あったんですけど、その時にハリウッドで仕事のために行って、で、ハリウッドがもうすごく好きなんですよ、彼は。なんですけど、このね、中学生、高校生ぐらい年になって、もう仕事ないんですね。アジア人の俳優っていうのは、その、求められるそのね、求人がないんですよ。映画にそういうのが出てこないから。で、大人のアジア人、もうほとんど出てこないんですよ。で、ごくごく一部のアジアにルーツのある監督が作った作品とかで、アジア人が、キャスティングされたりするんですけど、まずね、集客能力が、白人を起用するよりも、まあ、実際問題低いと言われていたりとか、そういういろんな理由で仕事がないんですよ。で、食べていけないんですよ。で、ハリウッドにはアジア人の居場所がなかったんですよ。そんな、ことだったんですけど、このダニエルズっていうのは、いろいろ知恵を絞って面白い映画作る人なんですけど、この面白い映画の企画でアジア人ばっかり固めて、香港映画みたいなノリを入れて作ったのが、このエブリシングエブリウェアオールアットワンスということで評価されたんですよ。これ確かにめちゃめちゃ面白い映画なんですよ。めっちゃ面白い映画なんですけど、あまりにも無双状態なんですよね。あまりにも受賞しすぎてどうなのかなっていうところもあると僕は思うんですよ。で、もう一つはブレンダン・フレイザーっていうハム・ナプトラの主役やってた、この下に映ってるおっちゃんなんですけど、この人はハム・ナプトラの時にめちゃめちゃイケメンって言われてたんですけど、まあ、ある事件があって、トラウマを負って激太りして引退してたんですよ。半分引退してる状態でもう復帰できてなかったんですけども、その自分と、その新しくこの出たホエールっていう映画、その主役の主人公と自分のそういう境遇を重ね合わせて、その今までの人生をなんとかなんとかリカバリーできないかともがく男を演じたんですよ。それがものすごい評価されて主演男優賞になったと。つまり、ハリウッドの裏でこう犠牲になってきた人たちが復活する年だったんですね。それが、去年のトレンドになっていたということになってまして、3年前は、2021年のノマドランドの時は、さまざまなその生き方を、表現してきたというのが評価されてきて、で、その次の年の、コーダ愛の歌の年、2022年は、障害とその生活、その障害を、持っているというところと、その人たちの生活、そういう人たち、いろんな人たちのこの境遇、いろんな境遇がありますけど、その生活を描いた映画が結構入ってきてたんですよ。で、このエブリシングエブリウェアオールアットワンスの年の、2023年はこの業界のこの犠牲者たちの復活ということになってまして、いずれにしてもマイノリティな立場を持っている人たちが、活躍している作品が大きく評価されるという流れになってきてますよというのが、昨今のハリウッド事情なんです。これを、今回の第96回アカデミー賞、あさって発表されるアカデミー賞が
もろに受けてると思ってくださいというところが今回の予想の一つの柱になってますというところをね、先にねお話をねしたかったんですよ。これがね超重要になってまして、これね映画業界全体にとってもですよ、これはねものすごく大きな影響を与えてることなんで、今年来年再来年とこう年を増すごとにその影響が大きくなって、作品の内容ストーリー自体それにもうそのものにものすごくね影響を与えてる。だからそうじゃないと評価されないハリウッドになってるんで、そういう作品だということで合わせにいかないとみんな評価してくれないんですよね。そんなことになってますと。まあ良かったところもあるし悪かったところもあるんじゃないかと思うんですけど、そんな感じですね。